Delphi ブートキャンプ、Delphi でビジュアル開発に挑戦しよう。Day4、Delphi モバイルアプリ開発こと始め。本日の Day4 はエンバカデロテクノロジーズの井上和弘がご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。今週月曜日から始まりました Delphi ブートキャンプですが、いよいよ本日で最終日です。 本日のアジェンダですが、セミナーの対象者は初心者と中級者を想定しています。時間は昨日までと同様に約1時間の予定です。本日は大きく分けると3つのトピックでご説明の方を進めてまいります。まず最初に、実際にアプリをモバイルデバイスで動かしてみよう。次に、 役に立つモバイルアプリ開発のために知っておくべきこと3つ目は作成したアプリをモバイルデバイスに配置するですなお昨日までのセッションと違いまして本日の内容は Delphi プロフェッショナルとモバイルアドオンパック以上のエディションが必要となっておりますスターターエディションをお使いの方は、えー、本日の内容を、えー ご視聴いただいた上でもし興味がありましたら、えー、エンバカデロのホームページから30日トライアル版をダウンロードいただきますと、えー、今日のセッションの内容を実際にお手元でお試しいただくことができますただですね、えー、ここで1つ皆様にあの身寄りな情報がございまして今ならですねデルファイ10.1 ベルリンプロフェッショナルの価格でモバイルアドオンパックがついてくるというキャンペーンの方をですを、ね、実施しています。デルファイプロフェッショナルの新規ライセンスまたはバージョンアップ価格でプロフェッショナルとモバイルアドオンパックを購入可能です。こちらはです、ね、期間限定のキャンペーンでもともとは9月15日金曜日までのキャンペーンだったのですが、 公表につき9月28日水曜日まで期間を延長することになりましたこちらに関する内容はですねご覧の URL の方に案内がございますのでそちらもご覧いただければと思いますそれではですね実際にアプリをモバイルデバイスで動かしてみようというセッションに入りますさて、えー 今回こう初めてのモバイルアプリ開発となるわけですがえ基本的な流れはですね昨日までの内容とそんなに変わらなくてうんマルチデバイスアプリケーションの新規作成をこう実行していただくわけですねそうすると複数デバイスをターゲットとしたアプリケーションを作成できますそして単一のフォーム単一のコードで複数のデバイスに対応可能です そして開発の手順はデスクトップアプリケーションの開発と同じで、うん、フォームに対してコンポーネントを配置し、うん、イベントハンドラーを記述していくという流れになります。でえー、本日ご説明する、えー、ソースコードですとかプロジェクトについてはです、ね、GitHub のリポジトリにファイルを、えー プッシュしてありまますすののでで、えー、そちらら方からです、ね、ダウンロードいただくことができます GitHub のリポジトリ、実際どのようになっているかと申しますと、えー、こちらですね、先ほどご案内した GitHub のリポジトリにアクセスすると、このような画面が出てまいります。この中で、ですね、えー、緑色の,この右側のこのボタンですね、こちら、クローンをダウンロードと書いてあります。 これをポチッとクリックしますとダウンロード ZIP とありますのでこれを選んでいただけますとこのリポジトリに登録してあるファイルは全て ZIP 形式でダウンロードできます Git の利用経験がある方でしたらそのまま Git クローンしていただければよろしいかと思いますではですね 早速実演の方に入らせていただきますがまずはです、ね、地図を表示するアプリというシンプルなものをです、ね、一つご紹介いたしますそれでは Delphi の ID e の画面の方に切り替えてまいりましょうマップを表示するプロジェクトのファイルがご用意がございますのでこれを開いてみます今こちら ID e の画面が 地図表示のアプリのプロジェクトに切り替わっていますが、まあ、地図を表示するという単純なアプリケーションですので使用するコンポーネント自体も非常に少ない状態ですね。で今こういう画面になっておりますがまずはとりあえずこれをですね実際の実機にそのままコンパイルしてデプロイしつつその合間にですねこれから使うコンポーネントのご紹介をしたいと思います。 地図を表示するアプリの主要コンポーネントですけれども、これは2つございまして、えー、1つは T ロケーションセンサー、これは GPS ですとか w i f i の基地局の情報をもとにして、緯度や経度のデータが取得できるというセンサーコンポーネントです。でこちらのセンサーコンポーネントに関する詳細はです、ね、ドック域の方に掲載がございます。 で同じくですね、もう一つのコンポーネントである、マップビュー、地図表示専用のビジュアルコンポーネントで、こちら、フレームワーク、えー、プラットフォームごとのフレームワークをカプセル化して、えー、使えるようになっています。こちらもドック k キのほうにドキュメントがございます。実際、こちらのドキュメントをですね、まあ、少しちら見せ程度,程度にお見せいたしますと、えーまあ、T ロケーションセンサーのドキュメント、まあ、こちらにございますし、えー、マップビュー、 のの文章も同じくドックの方に掲載がございますではですね、アプリケーションのビルドが終わったようですので、実機の画面の方に切り替えてみます。今、ここ、えー、左側に iPhone、すみません、画面が回転してしまいました。 えと左側が iPhone で右側が Android が出ています。Android はですねこれは実は短機能のアプリではなくて結構いろいろ盛り込んだてんこ盛りのものになっておんですがまず Android ではなくて iPhone の方をご覧いただきますとえこ飯田橋周辺の地図が出ています。画面の真ん中の青い点はえ現在位置を示しています。で地図をえタップしてそのままえこうスクロールして表示することができますし えー、またですね、これ、えー、ボタン1というのを押すと、現在位置の表示に戻ります。あるいは左上のスライドスイッチを押すと、衛星画像に切り替えたり、あるいは通常の地図画像に切り替えるということができるようになっています。ではですね、このアプリが実際にどういった実装を行っているかというのをご説明いたしますが、まず、 ロケーションセンサーのコンポーネントが画面の真ん中に配置してあります。ロケーションセンサーではイベントの中でオンロケーションチェンジ度というイベントがあります。現在位置の情報が変わったというイベントですね。このイベントに対してイベントハンドラーが書いてあります。ここで書いている処理は実質2行しかなくて。 1一つは現在位置の情報を変数に保存しておくという処理ですね。この47行目の処理がこれに該当します。でもう1つの処理は現在位置の情報をマップのコンポーネントのロケーションの情報として渡しているというだけですね。まあ、この処理だけで地図が現在位置を表示するというアプリができるわけです。それに加えて もう一度デザインの画面に戻しますがボタン1ボタン1に対するイベントとして先ほどのコードとほぼ同じ部分になるわけですが現在位置の情報をもう一度地図のコンポーネントに渡すという処理が入っていますでボタンのイベントについてはそもそも位置情報の検出の変化の部分を見ていないので事前に保持しておいた位置情報に基づいて表示をすると。 いう処理を行っています。でもう一度デザインに戻します。左上にスイッチがあります。このスイッチのイベントとして地図を通常の地図と衛星画像の切り替えを行うといった処理を行っています。マップビューのコンポーネントのマップタイプに対して。 地図の種類がサテライトなのか、それともノーマルなのかという部分をスイッチ1の状態によって切り替えているということですね。なので、この地図のアプリはトータルで見るとまあ20行も多分処理的にはやってないわけですけれども、コンポーネントを配置して、必要なイベントハンドラーを記述するという処理で、先ほどのような地図表示のアプリというのができてしまうということですね。 それではスライドの方にもう一度戻します、はい。使用していたのは t ロケーションセンサーと t マップビューという2つのコンポーネントです。それに加えてまあ機能を切り替えるためのボタンですとかスイッチというものも配置しておりました。次にお見せするのは同じくロケーションセンサーを使う アプリなんですけれども現在の、えー、住所の情報を取得するアプリというものをご覧いただきますそれではデルファイの IDE のプロジェクトを切り替えますこちらの T ジオコーダーデモですねこちら開きます 画面の真ん中にロケーションセンサーのコンポーネントがありますで、えー。今回のアプリケーションは非常に先ほどのものよりもさらにコンポーネントの配置はシンプルなんですがもう1個はメモが置いてあるだけです。ロケーションセンサーで検知した位置、緯度、経度の情報を、えー、住所に変,、えー、変換してその結果をメモに書き出すと。 いいう処理を行っていますロケーションセンサーのコンポーネントですから,ですから先ほどと同じようにオンロケーションチェンジ度のイベントハンドラがありますでこのイベントハンドラの中では今回はちょっとだけ処理がいろいろ違うんですがジオコーダーというオブジェクトを扱っていますジオコーダーは 住所から緯度経度を取得したりあるいは緯度経度から住所を取得するためのコンポーネントですでそのジオコーダーに関する初期化を行ってさらに、えー、ジオコードのリバース逆ジオコーディングというんですけれども、えー、緯度経度の位置情報から、えー、住所の情報を取得するという処理を実行しています でこの処理を実行した結果は、ですね、えー、実はイベントハンドラーの、えー、オンジオコードリバースイベントという、えー、メソッドを呼ぶという形で、えー、実装していますので、そちらのほうを見てまいりますと、どのように、えー、住所の情報が出力されているかというのが分かるかと思うんですが、えー、オンジオコードリバースイベント に対して、えーまあ、住所の情報がそのまま、えー、引数として渡されてくるわけですねこの情報を、えー、P メモのコンポーネントに対してそのまま、えーまあ、順番に流し込んでいくという処理をこれは行っているだけですで取得できる情報の中でさまざ、あ、まな情報がありますが、まあ、それを実際に、えー 1一個ずつ流し込んで、一番最後に区切り線を入れているという実装をしています。でこちらがです、ね、実際の実機の方で、えー、こちらを動かしてみるとです、ね、これですね、はい、現在の、えー、場所の住所に関する情報というのが出力されています。 今これ私は場所の移動をしていないので基本的に住所の情報が大きく動くことはないんですが電車や車で移動をしながらこのアプリを開いてみると住所の情報が次々に変わっていくというのが実は見ることができるんですね。このような形でですねロケーションセンサーとジオコーダーを使うことで 緯度、経度の情報から住所の情報に変換できるというアプリケーションが作れます。で、今ここまでで2つアプリケーションを紹介しました。3つ目はですね、うん、スマートフォンに内蔵している加速度センサーの値を読むアプリケーションというものをご紹介してみたいと思います。もう一度また、えー、ID の画面の方に切り替えてまいります。 現在のプロジェクトを一度閉じてモーションセンサーのデモというものを開きますモーションセンサーのデモのアプリケーションではコンポーネントを4つ配置しています1つはモーションセンサーもう1つはタイマーですそしてメモが配置されていてなおかつ ちょっとグラフも書いてみようということでチャートもここでは配置をしていますで。このアプリも実際に実機へのコンパイルをかけてみますのでかける間に、えー、コンポーネントに関するご説明を、えー、させていただきます。加速度センサーの値を読むアプリでは、えー、主要なコンポーネントとしては2つございます。1つは、えー 加速度の値を取得する T モーションセンサーですねこちらは3軸 X 軸 Y 軸 Z 軸の加速度を検知するセンサーですでこのコンポーネントはですね加速度の読み取りの値が変化しても実はイベントは発生いたしませんこのためですね値を読むために T タイマーををを組み合わせてて定期的に値を読むといいう処理を今回は実装していますで、えー、このアプリで一つ気をつけなければいけない点がありましてこれはですね、えー、例えばスマートフォンを机の上に置いただけの全く動いてないように見える状態でも実は地球の重力の数字というのはこう検出してしまっていますなので机の上に置いているからといって3軸の数字が全てゼロになるなんてことはです、ね、起きないんですね。 T モーションセンサーで値を取得しつつ T タイマーで一定時間ごとにタイマーイベントを発生させて値を読むというのが基本的な実装です。こちらはですねアプリケーションの配置が終わってますので実機の画面の方に切り替えてみましょう。 キーメモのところにですね。まあ、xyz という形で3軸の、うん、読み取った値が出てます。今私ちょっと手に持っている状態なんですが、一っ机の上に置いています。机の上に置くとですね。x と y の値はまあほ,ぼほ,ほぼほぼゼロに近いんですが、z 軸の値がマイナス0.99とかまあ、-1 ですね。ほぼという値を示しています。これは？えー スマートフォンの画面の手前から背中側に向かって重力がかかっているのをマイナスという符号で示しているわけですね。で、地球の引力の値をおよそ1という形で表現しますので、結果的に Z 軸の加速度がほぼマイナス1という値で検出されています。これをですね、ではですね、手に持って、 まっすぐ向きに持ってみます、えー。ホームボタンの方が下を向くように持っています。そうするとですね、y 軸の値がマイナス1になるわけですよね。あるいはですね、えー、左側を下向きにしてみましょう。画面がちょっと回転するかもしれません。はい、回転しました。左側を下向きにするとですね、x の値がほぼマイナス1になるわけですね。このような形でですね、 向きが検出できるでプラスマイナスでどっち向きかというのも分かるというのが加速度センサーの特徴ですね、まあ、通常この加速度センサーを結局この画面がどちらに回転しているかというのを見てこのディスプレイの表示方向を変えるという処理が行われていたりするわけですねあるいはここら辺の加速度センサーの値をヘルスケアのアプリでは歩数計の歩いた歩数に カウントするなんて処理が行われていたりしますこのような形で加速度センサーの値を取得することができましたでは実際のコーディングの方を見てみましょうモーションセンサーにはイベントがないということを申しましたがまあ実際には3つほど一応イベントがあるにはありますただ値が変わったというイベントではないので結局これらのイベントで、えー 何か値を読み取る処理をするということには向かないわけですね。で、このため、このアプリケーションでは、えー、タイマーのコンポーネントのオンタイマーのイベントを使っています。オンタイマーのイベントで何をしているか、やってることは実質4行しかないんですけれども、えー、メモのコンポーネントに対して行を追加していると、そのときに、えーまあ、フォーマットのメソッドを使って、 でまあ、書式を整えながら、えー、XYZ のそれぞれの軸の加速度を文字列に変換して、T メモに出力しているということをしています。合わせてですね、まあ、グラフも書いてるんですが、これはチャートのコンポーネントに対して、AddY というメソッドを呼んでいるだけですね。 グラフは XY 軸のグラフですが、まあえー、X 軸は横方向 Y 軸は縦方向ですので、まあ、縦方向の値をどんどん増やしていくという処理になるわけですねこれを、えー、シリーズ012と3つの、えー、折れ線グラフに対して、えー、XYZ 軸の値をそれぞれ追加していく という処理をするだけで先ほどのようなグラフが書けるということですねなのでこの処理は実質4行しか処理をしていないということですまあこのようにですねコンポーネントを組み合わせていくと非常に少ないコードでやりたいことがサクサク作れてしまうというのがデルファイでの特徴大きな特徴ですね まあこのような形でですね、アプリケーションを作ってまいりましたが、では、この3つのアプリをですね、もう少し見栄えを整えて、参考位置にしたアプリなんていうのもご用意がありますので、そちらをですね、最後にご覧いただきたいと思います。今、そちらのアプリケーションを開きました。 このアプリケーションのプロジェクトでは先ほどの地図表示ですねそれから住所の表示それから加速度センサーを使って水平器を作ってみるなんてプロジェクト機能を入れてます水平が取れていればこの円がセンターの方に寄ってくる傾いていると外側に ずれていくという動きをするように作ってあります。あるいは詳細情報として T メモがありつつ下の方に行くと、T チャートも使ってグラフを書くみたいな処理を入れ込んでいます。でこれがですね先ほどえ見た中で、Android ですね。Android の方にはえーこの 一度に複数の機能を入れ込んだアプリケーションの方が用意してありますドロイドのほうを操作してみると例えば住所の情報として、まあ、こう割とこうスマホ的な画面のインターフェースのものがこう出ていますあるいは加速度センサーを使った水平器こんな感じですね、はい、今机の上に置いたので丸がほぼ真ん中を向いています でこのアプリは水平状態のキャリブレーションの機能を入れていないので微妙にちょっとずれがあるんですが、まあ、今この状態でほぼ水平が取れているということになっています。ここで例えば画面の左側をちょっと上の方に持ち上げてみると円が外側の方に左側に寄っていくあるいはスマートフォンの上側を少しこう傾けを上げてみると上の方に円が寄っていくみたいな。 動きになりますそして、えー、詳細情報のタブをクリックするとですね、現在の緯度経度の情報ですとかあるいはグラフを描画するという処理がここに入っていますグラフを描画していますがこれ先ほどのものと違って 一度に表示できる最大の数というのを絞っていてそれを超えるとまた最初から書き直しというような形で少し実装としては凝ったことをやっていますでまあこちらのプロジェクトも参考までにちょっと内容を簡単にご説明しますと複数の機能を 1一つのアプリケーションで処理するためにタブコントロールというコンポーネントを使っていますタブコントロールの中で地図表示や住所の情報の表示加速度センサーを使った水平器の表示あるいは詳細情報の出力というものがタブで切り替えができるようにしてあるわけですね で地図表示の部分に関しては、先ほどご覧いただいたものと大きくは違わないんですが、住所情報については、こちらはですね、リストボックスですね、リストボックスを使って、このような UI に仕上げています。リストボックスの中に、ちょっとこれ、醜いからどけてしまいましょうか、リストボックスの中にヘッダーとして、 ロケーションや現在のアドレスというヘッダーを入れつつ個別の情報を表示するものがリストボックスアイテムという形で追加されています先ほどまでのものと少し違うのは水平器の実装になるわけですがこちらは方眼状の表示をするためにプロットグリッドというコンポーネントを使用し さらに水平器の水平状態を保持する円はそのまま t サークルですね t サークルというコンポーネントを使っていますで。傾き具合によって t サークルの位置情報を書き換えているだけで先ほどのような水平器の動きが取れるわけですね。 こちら少しいろいろ込み入ったことをしてますのでコードの分量は結構増えてしまっていて一番最後の行が一応326行とか328行みたいな感じでちょいとボリュームは増えてはいます、まあ、どうしてもえ機能を確認するだけのアプリと違ってこう見栄えなりえ動きの微調整をしていくと若干コードは増えてまいりますが とは言っても一番最初にご覧いただいたように基本的な機能だけでしたらまあちょっとしたコードですぐできてしまうというのは Delphi の FireMonkey フ,フレームワークでえースマホアプリを作る時の大きな特徴と言えるかと思いますそれではスライドの方に戻ってまいりますまあこのような形でですねアプリえ単機能のアプリと、えー 少し凝ったアプリの実装例というのをお見せいたしましたがではですね役に立つモバイルアプリ開発のために知っておくべきことというテーマでここからはご説明を進めさせていただきますスマートフォンやタブレットのアプリを開発するという点で問題になるのはもちろんあの OS の違い というのは大きな問題ですが、それとは別に、さまざまなデバイスがさまざまな画面サイズを持つというところが一つ大きなテーマになるかと思います。例えば iPhone で申しますと、昨日 iOS10 がリリースされまして、iOS10 の対応デバイスとしては iPhone5 以降の端末ということになっています。iPhone5 以降の端末ですと、 画面の大きさが大きく分けると3種類あるわけですね。iphone5 や iPhone se の大きさ。それから iPhone 66s7 の大きさ、そして 6S プラスあ 66+6s+7 とあ 7+ プラスという大きいデバイスですね。3種類。 アンドロイドについてもさまざまなスクリーンサイズがあります、まあ、そういったものに対してどのように細かくカスタマイズして対応するのかそれともテンプレートを1個作ってもうそれで全て済ませてしまうのかみたいなその辺の部分が開発者の悩み事の一つになるかと思いますその中で Delphi では FireUI マルチデバイスデザイナーという仕組みで 1一つのフォームから複数デバイスに最適化された UI 設計を行う仕組みというものをご用意しています。まず最初にマスター UI を定義しつつ、デバイスごとのカスタマイズを作成し、場合によっては、新しいデバイスが登場したときに、新しいカスタマイズを作るみたいな形で、個別の実装を、調整を進めていくことができます。 先ほどのサンプルのアプリケーションを例に操作してみますと今、こちらご覧いただいているここにですねスタイルのプルダウンがありますがここが OS ごとのですねマスターの切り替えができるわけですね Windows、OS10,iOS、OS Android と4つこちらから切り替えることができますそして OS ごとで基本的なデザインを作り込んでいくことができるんですけれども個別のデバイスに対するカスタマイズを進めたいときにはさらに画面の大きさごとにビューを選択してそこから画面のデザインを変えていくことができるわけですね今この状態ですとスタイルが Android を選んでいますでビューはマスターですが、例えば Android の5インチのスマートフォン向けというビューを選択しますとここでこの選択した5インチのスマートフォン向けの画面のカスタマイズができるわけですね。例えば、まあ、こちらに、えー、レイアウト用のパネ、えー、コンポーネントがありますが、ここ このコンポーネントの大きさをこの場合だけ大きくしましょうみたいなことをやるとこれで今縦の長さが広がったわけですね。でもこれマスターに戻すとマスターの方は変わってないと。ということは5インチの Android に対してだけ先ほどのパネルの部分が縦長になるみたいなことができるわけですね。このような形で、 OS ごとに設定することもできますし、個別のデバイスごとに細かくカスタマイズをしていくなんてことができたりします。今ご覧いただいているのは、OS ごとのマスターの例ですとか、個別のデバイスごとのデザインの例というものをお見せしております。FireUI マルチデバイスデザイナーで、 OS ごとあるいは個別のデバイスごとにいろいろ作り変えることができるんですがさらにもう一段階細かい作業というのを行うこともできますやや高度な UI の設計というタイトルのスライドなんですけれども例えばボタンの外観を変えてみるスタイルルックアッププロパティによってボタンの表示を変更できるこれ OS ごとに変えることができます あるいは機能的に高度なコンポーネントを使って UI をよりそれらしく変えていくなんてこともできます先ほどのアプリケーションですとリストビューを住所の表示のところに使ってスマートフォンの UI としてよりそれらしい感じに見せるような仕掛けを作っていますあるいは画面の繊維ですね 複数のフォームを作成して切り替え切り替えたりあるいは先ほどのアプリですとタブコントロールを使って切り替えるなんてことをしていました、まあ、そういった形で細かい部分をいじりつつスタイルによるアプリ全体の外観の制御ということもですね実はできるんですねこれはあのスタイルブックという機能を使って、えー、コントロールの外観全体を ガラッとと一気に切りり替えることができたりします例えばこうアプリのベンダーさんが複数のアプリの外観を統一した感じにしたいと考えたときにこのスタイルブックの機能を使っていただきますとスタイルブックを設定するだけで複数のアプリの外観が全く同じように考えることができるとあるいは アンドロイドでも iPhone でも同じような見た目にしたいなというときにスタイルブックを使ってカスタマイズするなんてこともできたりします。例えば今お話しした中でスタイルルックアップのプロパティを使うというお話はですね、地図表示のえ画面の中で例えば右上にここにえ現在位置を表示というボタンを配置しているんですが これ文字で表示しているだけだとこういまいちいけてない感じがするわけですね。それに対してスタイルルックアップでですね、それぞれの OS の標準的なコントロールのえー見た目のボタンにそのまま差し替えてしまうなんてことができたりするわけですね。例えばもしボタンがカメラの撮影をするというようなボタン、あるいはカメラの機能を起動するようなボタン。 であるならばカメラツールボタンにしてしまうとそのまんまもうカメラのアイコンに変わってしまうわけですね。こうすると、えー、アプリケーションを使うユーザーの方はこのボタンを押すとカメラに関する処理が動くんだというふうにこう見た目で判断できるわけですね。文字で表示するよりもよりユーザーに対してフレンドリーですし、まあ、英語、日本語、その他の外国語を さまざまな言葉を使う方にとってもアイコンの方が分かりやすいのでその方がより、えー、使いやすいものになるかと思います、ねえー、スタイルブックによる例としては今ご覧いただいているスライドのようなものがありますが左側は普通に例えばこれ iOS のビューなんですけれどもスタイルブックを差し替えるだけで、えー 果たしてこれは本当に同じアプリなんだろうかと言わんばかりの見栄えになったりするなんてこともできたりします。まあ、このような形でですね、えー、UI に関していろいろカスタマイズできるわけですが、さらに、まあ、モバイルデバイスを使う場合は、モバイルデバイス特有の機能というのがありますので、まあ、そういったものをどのように使っていくかというのも、えー、アプリケーションを実装するときのポイントになるかと思います。 前半の方でいろいろご説明した中、の内容ともかぶるわけですけれども、モバイルデバイス特有の機能としては、位置情報を取得するですとか、加速度の値を読むですとか、あるいは今日の中ではご説明はしていませんでしたが、東西南北の向きを今、どっちを向いているのかというオリエンテーションセンサーですね、といったものもあります。あるいは 今時のスマートフォンには必ずカメラがついていますがカメラを制御するためのコンポーネントというものもデルファイにはございますしあるいは撮影済みのカメラ画像に対するアクセス手段なんていうものも提供しておりますまた最近では IoT というキーワードが非常にいろんなところで聞かれるようになっておりますがデルファイのコンポーネントでは ビーコンですとか、BluetoothLE のデバイスから値を読み取るといったものも機能として提供しています。例えば IoT デバイスからの値の取得ですと、IDE の中にツールのメニューから GetItPackageManager というのを選択しますとこちらの方からですね、IoT デバイス のの値をを取得するコンンポーネントというものを追加でインストールできるようになっていますインターネット・オブ・シングスのカテゴリーで選択すると、まあ、ヘルスケア系のデバイスからホームオートメーション系のデバイスさまざ、あ、まなものがですねこちらリストアップされてます、まあ、残念ながら日本で使えないものもそこそこ出てたりはするんですけれども、まあ、お手元に IoT デバイスがあり なおかつこちらで掲載されているようなコンポーネントが使えるデバイスの場合にはこの GetIt パッケージマネージャーからコンポーネントをインストールしていただきますと実際にアプリを作り込むことができますスライドの方に戻ります でモバイルデバイス特有の機能を使ったプロジェクトの例として、まあ、先ほどご紹介したアプリになりますがロケーションセンサーやマップビューを使った地図表示あるいはモーションセンサーで検出した加速度を利用するアプリみたいなものが作れるわけですねまあこのような形でですねアプリを作って いきますで作っていくんですが、えー、アプリを作ると、えー、何らかの形でデータが溜まっていくあるいは設定情報を保存しなければいけないという状況があるかと思います <laughs> その時にですねデータの方保存可能なパスというのは、えー、Android と iOS で違いがあるわけですけれども こちらがデルファイでは T パスという仕組みでコンポーネントごとの部分をあまり気にせずにです、ね、ディレクトリ構造が取得できる仕組みというのをご用意しております。こういった仕組みがもしない場合は 実際に実装するアプリケーションの中で文字列リテラルとしてこう持たせておくなんてことをしなければいけない場合があるわけですが t p a を利用するとそれが取得できるので、えー、自分で持つ必要がなくなるわけですね。t p a の例で申しますと例えばアプリケーションのデータの保存先というのは tpass get ドキュメントパスのようなメソッドで取得することができます。 ただですね、iOS に関しては TPASS のメソッドの中でサポートされているものがです、ね、若干ちょっと少なめです。やはり iOS はいろいろと制約事項が多いために、えー、取得できないものが、えー、あります。はい、なおで,ですね、iOS でアプリを作ったときに App Store にこう掲載するなんてことを当然検討されるわけですが、えー フォルダ構造の作法を守っていないと審査に落ちるというケースもあるようですので、この辺は結構重要なお話になります。TPAS の詳細は今ご覧いただいている URL の方に記載しておりますが、実際こちら、どういう情報が出ているかと申しますと、今こちらがそのページの情報ですね。 パスのゲットホームパスですとか、テンプパスですとか、さまざまなものがこちら、情報が掲載されておりますので、実際にえーデータを保存したりする状況が出るときには、こちらの内容をえ参考にしつつ、保存用のパスというのを考えていただければよろしいかと思います。スライドに戻りますま。このような形でですね、アプリ作りましたと。 そうすると作ったアプリは当然実機に配置して動作の確認をするという必要がございますね。ですが作成したアプリをです、ね、モバイルデバイスに配置するためにはそのために準備しなければいけないこととかしなければいけないこと案外いろいろあります。 ここからはその内容をご説明したいと思います。実デバイスにアプリを配置するために知っておくべきことというスライドを今お見せしておりますが、大きく分けると3つございます。アプリケーションの権限の設定、資格リストや API の設定、そして端末への配置方法と3つ ございまますすそれぞれぞ説明してまいりますアプリケーションの権限の設定スマートフォンの機能やデータへのアクセス権ですねの設定というのがあります Android ではアプリが必要とする機能へのアクセス権限をこれビルドの設定でですね明示しておく必要がございます でアプリの動作に必要な権限が割り当てられていないとそもそもアプリが実行できずにこうエラーになったりしますで iOS の場合は実はこういう設定をビルドの時にやる必要はなくてアプリの初回実行時にこうポップアップでポンとこう許可しますかっていうのを聞かれるのを経験されてるかと思いますがああいう形でですねアプリの初回実行時に設定したりあるいは設定した内容を あとから設定アプリで変更するなんてことができるわけですね。でこちらの権限の設定の画面ですけれども IDE のメニューのプロジェクトからオプションを選びますとビルドの設定が出てまいります。この中で使用する権限という項目を選ぶともうずらーっとたくさんこちらに出ております。 で今、ターゲットがです、ね、デバッグ構成の Android と出てますけど、これ試しに iOS を選んでみても、これ何も出てきません、はい。この使用する権限の話はあくまで Android のプラットフォームに関する設定項目となっています。実際にアプリが使う機能に応じて、 個別の権限をオオンオフしていくわけですね実際この辺の,あの権限の話、Google プレイでアプリを、詳細情報を見るとですね、実はそういったものがちゃんと出てるわけですね。例えば今これは画面上には Twitter のアプリえのえ詳細情報を表示しているんですけども、このアプリには次の権限が必要ですみたいな形でこういろんなものが。 権限として設定されているわけですね。まあ、こういったものがちゃんとあのビルドの時に明示しつつまあ、google play ではまあこその情報がちゃんと見れるというような形になるわけですね。はい、android の場合は権限に注意です。次にですね。四角リストや API 設定というお話をします。 アプリの機能によっては、資格リストの設定や Google API の認証キー設定が必要な場合というのがございます。まあ、これの典型的なお話としてはですね、今回ご案内したこう地図を表示するアプリという話になるんですけども、マップサービスを true にしておかないと、Android の場合は、え、ー マップビューのコンポーネントが使えません。合わせてですね、えー、API キーといわれるものも設定しておく必要があります。ID e の画面の方をお見せしますと、資格リスト、今こちらにございますね、資格リストの中で、マップサービスを true にしておくというのが必要です。合わせて、バージョン情報のところにですね、API キー、 というのをこの API キーはです、ねえー、Google のデベロッパー向けのページの中で発行することができるようになっています実際そちらの画面を、ねえー、そちらに関する情報を少しブラウザの方でお見せしますとです、ね、あこ,れこちら権限ですね、えー デベロッパーズグーグルドットコムスラッシュマップスアンドロイドというページにですね、Google マップス API のアンドロイド向けの情報が出ております。ここでですね、このマウスで示している部分、こちらにですねキーを取得というメニューがございます。こちらの方から進んでいただくと、アンドロイドの アプリケーションとして地図を取り扱う時の API キーが取得できるようになっております。なお、iOS の場合はです、ね、地図表示には Apple の MapKit のフレームワークを使っております。MapKit のフレームワークでは別に Google の API を使ってはいないので iOS の場合には API キーというのは不要です。 なお今回、サンプルアプリの中で使用した API キーは、本日のデモを始める前に一度、キー自体は削除しておりますので、もし GitHub の方のプロジェクトの中に API キーが入っていたとしても、そちらのキー自体はすでに無効な状態になっております。ですので、もし GitHub のプロジェクトの方を実際にリビルドして、Android でお試しいただく場合には、必ず グーグルの API の認証キーというのを取得するようにしてください。で、そ、えー、ちらの、えー、認証キーの取得手順はですね、こちら、のドックウィキの方にですね、えー、説明の文書がございますので、えー、こちらの内容に書かれている通りに作業をすれば、えー、API キーというのが取得できます。 まあ取得に関してはですね、実際に作成したアプリケーションにキーを入れるわけですけれども、コマンドプロンプトの上でいくつか作業をして、取得した SHA1 のえーハッシュをですね、え、ー グーグルのウェブサイトのデベロッパーのページの方から登録するという手続きを取るようになっています詳細に関してはこちらの文書の方をご覧くださいはいスライドに戻って先に進みますでまあこういった部分を一通りやっていけばあとはまあ実機への配備なんですけれども アプリをですねデバッグ目的で実機に配置するときに、Android と iOS と、両方ともですね初回だけ行う環境設定というものがございます。Android はですね開発者向けのオプションのメニューのほうで、USB のデバッグというものを有効化していただくことが必要です。わせてデババイイスごとの USB ドライバーを 開発環境として使っている Windows にインストールしていただくということも必要です。iOS の場合はですね、3つほどございます。iOS 向けの配置には Mac と Xcode のツールというものが必要です。Xcode で開発者の秘密鍵や証明書というものを作成するんですね。そして、最終的に iOS 向けに,配,備するためには配布するためには、Mac 上に p a サーバーというソフトウェアをインストールしておく必要があります。p a サーバーはエンバカ c ロが提供するツールです。はい、でこちら、Delphi にもバンドルしておりますし、あるいは Web ページの方からダウンロードしていただくこともできます。さて Android でモバイルアプリを実行したりデバッグするという仕組み、どのようになっているかと申しますと、えー、IDE をインストールした Windows 機材で、えー、Android の実機と USB 接続することで、えー、アプリケーションを実機に配置したり、デバッグしたりということができるようになっています。その中で、ですね、えー、2つやることがあるうちの1つ目。 1一つ目は、開発者向けオプションで USB デバッグを有効にするという作業ですね。これがですね、Android の4.2以降では、開発者向けオプションというのは隠しメニューになっていると。隠しメニューを出すためにですね、設定アプリの方から、ちょいと操作をしなければいけない。 実際ちょっとこう画面の方を出してみます右側に、えー、Android 出ておりますね、はい出てます。端末情報のビルド番号を,です、ね、ここを複数回タップすると、えー、開発者向けオプションが有効になるんですね。今この端末はもう、えー、開発者向けオプションが有効な状態になっておるので、もう有効ですと言われておりますが、まあえー、初めて 開発用に使う場合はこの作業をしていただく必要があります開発者向けオプションが有効になるまで78回ぐらいタップすればいいそうですでそうするとこちらに下から2つ目に開発者向けオプションのメニューが出ておりますでこの中に USB デバッグという機能が今一番下に見えてますがこれが有効になっていることが必要です通常は 先ほどの作業で、えー、開発者向けオプションを、えー、隠しメニューからこう表に出した時点で、えー、USB デバッグの機能はそのままオンになっているはずです。ですが、えー、念のためこれは確認しておいてください。スライドに戻ります。USB デバッグの機能が有効になったら、えー、実機に配備するための準備として えー、USB ドライバーをダウンロードして Windows にインストールします例えば n e x u s 7の場合は、えー、2つの方法があります AndroidSDK マネージャーから、えー、GoogleUSB ドライバーをダウンロードしていただくという方法ですね、はい、もう1つはデバイスマネージャーからソフトウェアの手動検索を 選択して、えー、あらかじめダウンロードしておいたドライバーのパスを指定するという手順ですね、まあ、このいずれかの作業を実施していただくと、えー、デバイスマネージャーであの正常に認識されているはずですデバイスマネージャーで正常に認識されると、えー、開発環境から利用できるようになります で大切なことだからここでもう一度繰り返しお話しますが Android の実機で USB デバッグのオプションは有効にしておくことというのは必ず確認しておいてくださいで実機との接続に使用するドライバというのは Google のページのほうからリンクがありますのでお手元の端末に合わせてドライバーをお選びくださいさて iOS のお話に,参ります iOS に関しては、RADStudio、えー、RA Delphi は、えー、Windows 上で動くのに対して、えー、iOS に対する配置は Mac からやらなければいけないということで、えー、Windows と Mac という2つの環境が必要になります。 それぞれ別々の PC をご用意いただいても構いませんし、Mac の上で仮想マシンとして Windows をインストールして、そこに Delphi をインストールしても構いません。ただ、いずれの方法を取るにしても、Windows と Mac の間はネットワーク接続が通る状態であることが必要です。そして、PA サーバー、先ほど紹介しました PA サーバーを動かしておきます。 そうするとですね、USB 接続した iOS の実機であったり、iOS のシミュレーターに対して、Windows 上の Delphi から Mac を経由して、アプリが配置できるということになります。でですね、この準備が非常に大変なんですが、 何が大変かというとこれ最初の1回しかやらないので、えー、大抵の場合、えー、こう環境を作り直してもう1回やろうとすると忘れてることが多いんですね。あるいは、えー、去年はこうある方法が普通だったんだけど今年は別の方法が標準になってるなんてこともあるので。えー そのときそのときで状況が若干違っている可能性があります。ただ、基本的な流れとしては、ここに挙げている3つの部分というのは、ほぼ共通です。1つ目は、Mac に X コード、Apple が配布する iOS や Mac 向けの開発環境である X コードをインストールして、開発者の証明書を作成するという作業を実施します。 この証明書はですね、iOS へのアプリのインストールに必要になります。で昨年まではですね、Apple デベロッパープログラムの加入というのは必須だったんですが、えー、昨年の夏以降、えー、Apple デベロッパープログラムに加入していなくても、えー、証明書の作成の手続きというのが可能になりました。ただ、えー 加入していた方がやはり楽ですね。加入していない場合は少々手間がかかる手順になっています。で、えー、X コードで証明書を作ったら Mac に PA サーバーをインストールします。PA サーバーは基本的に Delphi に付属のものを使うんですが、えー、インターネット上からダウンロードしていただくこともできます。こちらはですね、えー 先ほどから何回か紹介しているエンバカデロのドックキの中に手順のご案内がございますここの中にあの PA サーバーのダウンロードの URL も掲載されてますので、まあ、ここからダウンロードしてインストールしていただければ大丈夫ですインストールは普通にインストーラーが走りますので、まあ、画面上の、えー 表示内容を確認しながら、えー、インストールのプロセスを進めていただければ特に問題ないかと思います。PA サーバーをインストールしたら、Delphi の方からつながることを確認するという作業が必要です。でですねえー、このの中で一番面倒くさいのが やはりあの証明書を作る手順になりますのでそこを少し掘り下げて説明いたします証明書を作る手順はですねこれがまた3つありまして X コードで iOS 向けのサンプルテンプレートをビルドするだけでですねまあ秘密鍵と証明書というのは一応自動的には、ね、こう生成されてしまうんですね でここで生成した秘密鍵と証明書を Delphi の方から、えー、実機に配置デプロイするときに使いますた、うん、だ Apple、えー、デベロッパープログラムに加入していない場合はです、ねえー、秘密鍵と証明書の生成に使ったサンプルテンプレートのバンドルアイデンティファイアという情報をですね、えー、ちょっと流用することが必要になりますでは、えー 手順をご説明します X コードを起動して Create a new X コードプロジェクトを選んでください選びますと、まあ、こんな画面出てまいりますちなみに昨日リリースされた X コード8だとちょっと画面が違うかもしれませんでここでですね iOS 向けのプロジェクトテンプレートのいずれかを選べば大丈夫です、まあ 単にサンプルをビルドするだけですので、ここではシングルビューアプリケーションを選べばいいと思います。そして、プロジェクトネームやオーガナイゼーションネーム、オーガナイゼーションアイデンティファイアという情報を入力していきます。ここで,です、ねえー、と注釈としては書いてないんですが、バンドルア,ンアイデンティファイアの文字列は後で使いますので、ここはえ何らかの形でメモしておくなりしてください。 で次に進むとですね、えー、Mac に接続した iPhone ですとか iOS がちゃんと、えー、名前が表示されていることを確認してビルドを行いますただですね、iOS のデバイスを初めて接続した場合ですとか、えー、iOS のアップデートを行った場合はですね シンボルファイルの処理というのが走ります。これがですね、数分かかります。まあ、10分ぐらいかかるだろうというつもりでですね、あのしばらく放置しておいていただけるとよろしいかと思います。まあ、直近ですと昨日 iOS10 が出ています。iOS10 にアップデートしたデバイスは念のために一度ですね、ここら辺の手順はあのやり直しておくとよろしいのではないかと思います。 で、えー、とビルドを実行すると、ですね初めてやると、えー、デベロッパーモードをオンにしますかと聞かれますので、これはまああのオンにしてください。イネーブルにしてください。でも、えー、初めてやるとこれは、えー、失敗します。これは、えー、秘密鍵とか証明書がないから失敗するわけですね。で、フィックス・イシューを選択してください。そうすると、えー、Apple ID を追加してくださいという画面になりますので、えー、実際に使用する AppleID をここで入力するわけです。はい、AppleID の ID パスワードを入力します。で、えー、そうすると、えー、次に。 デベロップメントチームの選択という画面になるんですが、ここはもうあのデフォルトで出ているものをそのまま選んでいただければよいかと思います。でここまで進むと,、えー、とアプリケーションのビルドができるんですけれども、ビルドしてもです、ね、実はアプリケーションが走りません。というのはですね、Apple デベロッパープログラムに加入していないときには、えー、実機にプロファイルがインストールされます。このプロファイルをですね、えー 認証すするといいう作業が必要になっています設定アプリからプロファイルとデバイス管理を選択しデベロッパーアップのプロファイルを選びそうするとこのプロファイルを信頼するかどうかという選択のメニューがありますのでこれ信頼するを選ぶとここまでやるとですね やっと作った秘密鍵証明書がでアプリが配置できるようになるというわけです。でですね、先ほどあのバンドルアイデンティファイア使いますよとお話ししました。この情報をですね、Apple デベロッパープログラムに加入していないときにはビルド設定のバージョン情報、ターゲットは iOS の CF バンドルアイデンティファイアに同じ文字列を書いてください Apple デベロッパープログラムに加入している AppleID ですとこの作業はいりません、はい、こんな形で,です、ね、Apple デベロッパープログラムに加入していない場合はやはりちょっと一と手間かかってしまいますただ、えー、年間1万円ぐらいの金額がまあ発生します デベロッパープログラムに加入するとそれぐらいの費用が発生しますので、えー、まずはお試しで、まあ、ちょっと手間はかかるけど、えー、アプリケーションを作ってみてで本格的にいろいろやるのであればその時点で Apple、えー、デベロッパープログラムの加入というのを検討してもよろしいのではないかと思います。でですね、えー アプリをデプロイできる環境は揃ったわけですけれども、デルファから PA サーバーに接続するというのがです、ね、一番最後に残った作業です。PA サーバーを起動すると、えー、接続プロファイルのパスワードを設定するかどうかというのを例えば聞かれます。パスワードを設定しないんだったら、もう普通にエンターを押せばいいんですが。まあ 基本的にはパスワードは設定していただいた方がまがいろんな意味で安全だとは思います。PA サーバーを起動しましたら、Delphi の設定の中でツールのオプションを選んでいただくと、その中に接続プロファイルマネージャーという項目があります。こちらから新規の接続設定というのを例えば作るわけですね。 で作成してテストして問題がなければ、えー、ここでやっと出る際から、えー、Mac 上の PA サーバーを経由して実機にアプリケーションを配置できるという環境が整うわけです、まあ、ここら辺はあくまで、あのーえー、初回だけやらなければいけない作業です2回目以降はですね、えー Mac を起動したら Pa サーバーを立ち上げておけば大丈夫ですさて、まあ、このような形でアプリを作っていくわけですが作ったアプリはいずれ何らかの形で配布すると思いますその時にですね iOS については配布の形態が2種類ある点にご注意ください アプリを他のユーザーに配布するためには Apple デベロッパープログラムへの加入というのは必須なんですがスタンダードプログラムとエンタープライズプログラムと2種類ございますスタンダードプログラムは App Store を通じて一般向けにアプリを配布するという目的のために加入するプログラムですこれに対してエンタープライズプログラムはですね企業が、えー 自分の組織のためのアプリケーションをイントラネットで配布するために必要なプログラムです。企業がこう業務のためのアプリケーションを例えば作りましたというときに、これを App Store で配布するというのは非常によろしくないわけですね。あくまで業務のアプリは関係者だけに配布したいと。そういう場合にはエンタープライズプログラムに加入して、 イントラネットの方で配布するようにいろいろセットアップしていただくわけですね。でエンタープライズプログラムの場合はそうするとアップストア経由でのアプリの配布というのは行えないようになっています。 さて本日、約10分ほどオーバーしてしまいましたが最後まとめということでざっくりともう一度振り返らせていただきますと f i r e o n k ーですと Windows 向けのアプリ開発とモバイル向けのアプリ開発というのは同じ流れで作業できますしその中でモバイルデバイスというのはさまざまな画面サイズを持つんですが FIREUI マルチデバイスデザイナーを使えば単一のフォームですべてのデバイスをカバーすることができます。 でデザインをモバイルのデバイスごとにカスタマイズすることもできますしモバイルデバイスごとの機能というものもサポートしていますでモバイルデバイスごとの制約にも注意をしていただく必要がありますデータの保存先というのは PC のように自由ではないですからそれぞれのプラットフォームの作法に従った配置を行っていただくことが必要です で作成したアプリを実機に配置するには初回だけちょっといろいろ準備しなければいけません、まあ、あくまで初回だけですので、まあ、若干手間はかかりますが一度環境ができてしまえば特に面倒くさい部分はないはずですさて、えー 以上でデイ4というのは一通りご案内終わりましたが本日までのデイ1からデイ4の内容というのは再視聴していただくことが可能です実施内容のビデオは後ほど再視聴可能ですがこれはお申し込みいただいたメールアドレスに対してご案内のメールをお送りしますまたデイ1からデイ4の実施内容のたまりはコミュニティエンバカデロ ののの方にウェブササイトへのリンンクですすとかサンプルコードの情報を掲載いたたしますまたエンバカデロのウェブサイトのリソースイベントのページにですねオンデマンド視聴の情報も掲載予定です。以上で月曜日から本日まで4日間のデルファイブートキャンプのセッションすべて終了となります。4日間ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。